久留米市出身のこがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡県立新宮高校からお届けしています。今日は2年生長友あゆきさん、最寄り駅に快速が止まらない、その解決策とは。新宮高校の最寄り駅は新宮中央駅なんですけど、快速列車は止まらないんですよ。どうしたらいいですかね。俺政治家じゃないのよ。長友、俺にどうしようもないに決まってるじゃないか、そんなことはさ。やっぱり小垣さんなら何とかしてくれると思って。違う、一回でも要望ボックスとかに、はい、駅の快速電車が止まるようにお願いできませんかとかアクションを起こしたわけ。いや、まだ起こしてないです。まだじゃないよ。ただね、新宮駅に止まってほしいって言ったらなんて返ってくると思う。あんまり多く止めすぎたら快速の意味がなくなってしまうとか、あと新宮中央駅そんなに利用者の数がな、これじゃ快速止めてもなって思われてるんじゃない。新宮町って人口が増えてるんですよね、うん、だからそこもアピールしていったら。なるほどなるほど、いいかもしれない。それです。ちょっと待ってくださいね、駅員さん、新宮町に増加してますよねと。今じゃなくても後々にこの快速っていうのは検討できるんじゃないですかっていう方法もあれば、学生がひたむきに何かを発信することによって逆に人ってついてきたりするんだよ。それをやっていったら止まる可能性はマジでゼロじゃないからね。やっぱりその自分でまずは一つ行動を起こすって、その前に自分が質問した時にどうやって帰ってくるかとか、自分がどういうふうに答えるかとか、そういう前段階とかもやった上で最終的に自分の目標っていうか、そういうものにたどり着けば。本当によく分かってるじゃないか。なんでこんな質問しに来たんだ。